長らく娘がお世話になりました。あ、どうも。これはご丁寧に。ちょっと、だから私はクジルには戻んないし、この店も辞めないって何度も言ってるし。どうして母さんの人脈をフル活用してあなたと結婚してもいいって人が3人もいるのよ。昨日お見合い写真じっくり見せてあげたでしょ。見たよ。31歳の市役所勤務、35歳の消防士、42歳の銀行員、私的には全員なし。亀3匹に求婚されんと同じくらい脳線球。亀3匹って何、またわけわかんないこと。いや、みなりさんの言う通りっすよ。そんな会ったこともない男と娘を結婚させるなんて今時ありえないっすから。それにみなりさんにはちゃんと俺という男がいるんすよ。そうなの、この方とお付き合いを。いや、もっとそこ歯切れよく言ってくれないね。うん。お母さん、中原中也と申します。俺みなりさんとお付き合いさせていただきます。嘘ね、あなたはみなりのタイプじゃない。そうだよ、付き合ってないただの同僚。みなりさん、だってバレバレだし。というかそれ言うなら母さんが用意した見合い相手だって全部私のタイプじゃないでしょうが。当たり前でしょう。あなたのタイプで選んでいたらうちのお父さんみたいにどうしようもないろくでなしが候補になっちゃう。それは全く否定できないけれども、ダメ男に惹かれるのはうちの家系の遺伝なの。その件に関しては母さん自身も責任を感じるからまともな男を見繕ってあげてるんでしょうが。ああ、そういえば3ヶ月ほど前には男から50万円騙し取られたりしてましたね、この子。ちょっと余計なこと言わないでくださいよ。あの、差し出がましいようですが、私も無理に結婚を進めるのはどうかと思います。私にも兄がいて、以前はたくさん干渉してきましたけど、今は私の意思も尊重してくれてますし。そうそう、もっと言ってやって、橘さん。橘さんっておっしゃるのね。お見受けした限りあなたはとってもしっかりされた方のようだから、人生に夢も目標もちゃんとあるんでしょ。違う？それはそうですけど、うちの娘にはないんです。行き当たりばったりチャランポランで流されるように生きてるんです。意思を尊重したくてもその肝心の意思自体ないんです。そんな人間に任せて人生台無しになると思いませんか。確かに。いやいやいや、そこ認めちゃダメだから。っていうか私にだって意思も夢も目標もあるっての。例えば。え、いや、それはあれよ、この店、私この店には必要不可欠な存在なんだから。あ、うちとしてはお情けでバイトさせてるだけで、いつクビにしてもいい人材ですんで。うい、だって本当じゃない。それにね、小田さん、私はお母さんの親心を組んであげた方がいいと思うわ。はあ、変な男に引っかかるより、あんたとは正反対のきっちりかっちりした殿方と結婚して家庭を築く方がずっと幸せでしょ。人の幸せを勝手に決めんの。みなれ、観念なさい。せっかく店長さんがこうやっておっしゃってくださってるんだから、おとなしく母さんと一緒に戻りましょう。みなれさん、俺今すぐ役所行って婚姻届もらってます。うっせえ、どさくさに紛れて自分の願望を叶えようとすんね。でもお母さんを納得させるにはもうこれしかないっすよ。今の今まで指名とか。やっぱり麻藤さんも心配してて。いや、あのおっさんは絶対この状況楽しんでるでしょうが。